はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画で行こうです。ですね、ステイゴールド復刻ガチャっていうのをやってるみたいですね。これ一番上ですね、これ詳細を見てみると、まあ、マックイーン3区の牝馬と配合理論が魅力の名称馬ということで、まあ、90年代後半から2000年代冒頭にかけてバイプレイヤーとして人気があった。最後は香港で、海外 G1 を取って優秀の美を飾って、主馬場としても、サイデンサイレンスの血を引き継ぐ名馬ということで、これ 7% ですね。20回引けば、まあ、1個出る可能性は高い。という感じの馬です。今708持ってるんで、まあ、20回引けば43、消費することになりますね。まあ、引いてみたいと思います。1回を2回、10回を2回の22回、引いてみます。まず1回ですね。グランデッツァ、なんだろう。これってなんだろうな。さあ、次、10回引いてみましょう。サイレントディール。メジロランバダ。タマモホットプレイ。エモシオン。ランホザドリーム。まあ、できればね、2回出ると嬉しいんですが、今まだ1回も出てないのか。うわー、出なかった。ちょいやば。さあ、もう一回引いてみますか。サーディユ。さあ、最後です。これで引かなけったら諦めるしかないです。おっと、色が違うぞ。この色になったら出るのかな。どうなんだろう。まだ出ない。これはきついな。お、ダメっぽい。うわー、出なかった。マジ終わってる。ガチャ提供争いが7回なんで、22回引いて1回も出ない。まあ、前、何だったっけな。前でその同じ 7% SSR をガチャ出た時は、3回 SSR が出ましたからね。運がいい。3回だったら、22回中3回だったら 15% 弱っていったとこなんですけど、全く出ない。まあ1回ぐらいは出てほしかったな。これ勝負根性も瞬発力もすごいあるし、距離適正の幅も広い芝ならね、文句ないからな。気性がやや激しいぐらいで、まあ、もしかしたら、でも40だからな。ちょっとこれは、もう一回勝負っていうわけにはいかないです。まあ、欲しかったけどな。まあ、これ、自分で決めたルールですから。
仕方ないです。はい、というわけでゲーム動画でいこうでした。はい、よければチャンネル登録、ブログ、ツイッター、また最後20秒に流します関連動画、動画プレイリスト、見てください。よろしくお願いします。それではまた。